1899から1900年にテヘランでミールザー・アリーネギ・シーラージーにより制作されたハーフェズの D1 の装飾本。大きさ26.818センチメートル。イラン国立マレクト書博物館像。ディヴァン・イ・ハーフェズは詩人ハーフェズがペルシャ語で書いた詩集。ハーフェズの D1 には知られているだけで選手の違本があり、定本作りは困難を極める。 そもそも、各遺本のオリジナルが歴史的に存在したのかどうかも不明である。ハーフェズ自身がヒジュラ歴770年に D1 を制作したと言われているが、客観的な証拠は何一つない。他方で、古いハーフェズの D1 の写本には、ゴルアンダーム序文と呼ばれるものが付されているものが多数ある。これには、モハンマド・ゴルアンダームという人物が、ハーフェズの没後、 生み出されてそれっきりになっているハーフェズの作品をまとめたというようなことが書いてある。この序文や初期情報源の研究に基づくと、ハーフェズの D1 のオリジナルは、それが交渉で伝わったものであるにせよ、書象で伝わったものであるにせよ、複数存在したということが言える。ありがとうございます。